コスティンブロトは、ブルガリア西部の町。首都ソフィアの西1 5トルロムソフィアテッサロニキとソフィアベオグラードの2つの回廊が交差する交通の要衝に位置する。西欧へ向かう鉄道路線も通り、コスティンブロト駅が設けられている。イスクル川支流のブラト川が、町の北をベリツァ川が南をそれぞれ流れる。伝説によると、町は、 ゲオルギなる人物によって建設された。ゲオルギはベリザ川を渡る地点に定住し、それをもって街はコスティンブロドと呼ばれるようになったという。ゲオルギはそこで居酒屋を開業し、これが首都に向かう商人の間で人気となって新たに住み着く人々が現れ、存落となった。当時はソフィアとロムを結ぶ街道の西側が村の中心であった。 早い例では1348年12月1日付で第二次ブルガリア帝国皇帝イバン・アレクサンダルが下したオリアホーフ直例にコスティンブロトを指す地名が見られるかつての社会主義体制時代には養鶏や畜産業が主要な産業であったが民主化以降は立地の良さと市の企業誘致策によって12万平方メートルの敷地を持つコカ・コーラの工場など 数多くの事業所が生まれた。また、ミネラルウォーターの産地としても知られる。ありがとうございます。